堀さんのみんなで学ぼう防災講座新導入マンホールトイレ編。皆さんこんにちは。防災対策課の堀内です。同じく原田です。皆さんに防災について身近に学んでいただこうとスタートしたこの防災講座。今回は今年度新たに導入したこのマンホールトイレについて紹介します。さて堀内さん、マンホールトイレはどのようなものでしょうか？このトイレはマンホールの上に置く画期的なトイレです。過去の地震などの災害ではトイレの衛生面で多くの問題が発生しています。トイレの水が流れず衛生環境が悪化したために健康を害したり精神的ストレスを受けたりする方が多くいました。マンホールトイレはマンホールの上に簡易なトイレを設置し、マンホールを通して直接下水道に流すため災害時でも快適に使用でき、避難所の衛生や被災者の心身の健康に寄与することが期待されています。とても衛生的なものになるんですね。ところでマンホールの中はどのようになっているのでしょうか？それではマンホールの中を覗いてみましょう。マンホールは施設内に複数箇所設置されています。イナリンの絵が描かれ、災害用トイレと書かれたものが使用するマンホールです。専用の器具で隅を軽く叩き、マンホールを開けると中に内蓋があります。内蓋を開くと水を流す管が現れる構造となっています。マンホールにつなげるということで、とても組み立てが難しそうですね。大丈夫ですよ。誰でも組み立てることができます。それでは早速組み立ててみましょう。マンホールトイレは専用の倉庫に保管されています。倉庫に貼られたステッカーが目印です。避難施設に保管されている鍵で倉庫を開けると器具がびっしりと収まっています。倉庫から段ボールやケースなどを取り出します。全部で10種類ある具材、器具とケースに保管された道具を使用します。具材などが揃っているか確認してください。まずは土台を組み立てましょう。土台の穴が開いている面を下にして左右の足を開き、左右を横棒で接続します。ロックがかかるまでしっかりと押し込んでください。便座台は大きな穴が土台の穴と合うように向け、四方の突起部を土台の四隅にある穴へ差し込みます。前カバーは L 型に折れている面を上に向け、真ん中の穴を土台の金具に合わせ、左右の下部にある固定具を土台の柱にはめ込みます。マンホールを開け、土台の下の穴をマンホールに合わせて設置すれば土台は完成です。次に便座を取り付けます。マンホールシューターを土台の穴に合わせて入れ、便座は裏側にあるネジを外してから便座台の奥にある穴に合わせて設置し、台の裏側からネジで便座をしっかり固定します。これで便座の取り付けは完了です。次に袋から取り出しテントを組み立てます。テントを広い場所で広げ、入り口のチャックを開けます。テントを起こして左右に広げ、くぼみ部分にある柱を引っ張って広げます。広げたテントを便座の上にかぶせます。テントの収納袋から銀色の袋を取り出し、中にある短い棒を接続して2つの長い突っ張り棒を作ります。テントの中に突っ張り棒を入れて四隅にあるポケットへ先端を差し込み、天井のマジックテープで固定して2本をクロスさせて天井を張ります。これでテントの組み立ては完了です。最後に付属品を取り付けます。テント収納袋から付属品を取り出します。ランタン引っ掛け棒を突っ張り棒のクロス部分に引っ掛け、棒のフックにランタンを吊るします。男女表示板や使用表示板を所定の場所に差し込みます。これで完成です。意外と簡単にできるんですね。大勢で行えば10分くらいでできますよ。その他、左右にある幕を巻いて換気窓としたり、風が強い時はあらかじめ地面に設置してあるネジを取って固定具を取り付け、テントと固定具を紐で結び、テントが飛ばないようにしっかりと固定しましょう。ところで、トイレを使った後はどうしたら良いのでしょうか。トイレを使った後は別のマンホールの蓋を開け、水で流す必要があります。水洗用のマンホールは設置場所の隅にあります。中央に大きく「サイ」の字があるのが目印です。マイナスドライバーで左右のゴム製の蓋を取り、専用の器具で左右の穴に先端を引っ掛けてマンホールを横へずらします。バケツなどでこの中に50リットル以上水をため、取っ手をスライドさせて引き抜くと水が流れる仕組みとなっています。この他に気をつける点はありますか？移動するときにマンホールの穴に落ちないように十分注意してください。ありがとうございました。皆さんも避難所にマンホールトイレが配備されたときは、このビデオを参考にして組み立ててみてくださいね。それでは次回、さよなら。設置するときは周りの安全を確認し、段ボール箱内にある説明書を見ながら行ってください。片付けるときも同じく器具を破損しないように丁寧に行ってください。